バルター・エーザウは第二次世界大戦時のドイツ空軍のエースパイロットである。1934年から戦死する1944年までドイツ空軍に奉職し、エーザウの死後に戦闘航空団司令を務めた第一、戦闘航空団にはその栄誉を称えて彼の名が付けられた。エーザウはスペイン内戦期間中にコンドル軍団の第88戦闘団。 第3飛行中隊に所属して発揮を撃墜し、28名にしか授与されなかった、県、ダイヤモンド付けスペイン十字、賞金賞の受訓者の一人になった。第2次世界大戦が始まるとエザウは、第20戦闘航空団、第2飛行中隊の指揮を任された。ポーランド進行作戦開始時に、部隊は東部の前線へと移動し、西部戦線へ戻った後に、 第51戦闘航空団第3飛行隊に解消された。フランス侵攻作戦中に第2次世界大戦での初の戦果を挙げた後、エーザウは西部と東部の両方の作戦に参加し、東部戦線で負傷して戦勝証人賞を授与された。エーザウは第1戦闘航空団の戦闘航空団司令として復帰し、1944年5月11日に、 弱い30で戦死した。JG1 にはその栄誉を称えて、エーザウの大将が付与された。バルター、グレー・ーザウは1913年6月28日に、メルドルフ近郊ファーネ・ビンケルの銀行幹部の家に、生まれた。1933年10月に、ドイツ陸軍に入隊し、兵卒として、第二砲兵連隊に配属された。 ドイツ空軍の輸送部隊に転籍すると1934年に主官候補生としてハノーファーの空軍主官学校で操縦訓練を受け訓練終了後に少尉として第132戦闘航空団に配属されたこの部隊は1939年5月に第2戦闘航空団リヒトホーフェンと解消された客中1詳細はスペイン内戦を参照エーザーが スペイン内戦で登場したのと同型の BF-109C1 将来同時期のエースパイロットとなるベルナー・メルダースやアドルフ・ガーランドと共にエザウの実戦経験はコンドル軍団で始まった。エーザウは1938年4月にスペインの第88戦闘団第3飛行中隊に配属された人員の一人であった客中にメルダースに率いられた飛行中隊は スペイン内戦に参加し、エーザウは130回の作戦飛行で発揮を撃墜した。この選考により、県、ダイヤモンド付けスペイン十字賞金賞を授与され、この戦いで負傷したことにより、スペイン戦勝賞も授与された。また、マドイア・デラ・カンパーナとマドイア・ミリターも受賞した。詳細は、マヤカス戦争を参照。 JG20 のメッサーシュミット BF-109E1939 年3月1日に、エーザウは第2戦闘航空団第愛飛行隊の本部飛行小隊に配属となり、7月15日には中尉に昇進して JG20 第2飛行中隊の指揮を任された。7月15日にデイベリッツで発足した JG20 第愛飛行隊は当初、 j g にから引き抜かれた2個飛行隊で構成され、ポーランド侵攻に先立つ8月26日にシュトラウスベルクへ移動した。ポーランド空軍による攻撃を懸念して飛行隊は、そこからシュポロタウへ移動し、1週間後にはブランデンブルクへ移った。1940年2月21日に、部隊は再度、ベニングハルトへ移動し、第51戦闘航空団の励下に入った。 フランス侵攻作戦終了まで部隊はこの状態で運用され7月4日に改めて JG51 第3飛行隊となった。エーザウは JG51 第7飛行中隊の飛行中隊長となった。フランス侵攻、編集詳細はナチスドイツのフランス侵攻を参照。エーザウは1940年5月13日にオランダのハルステレン上空で フランス軍のカーチスピーマイナス36を撃墜して、第二次世界大戦での初戦火とし、一級鉄十字章を授与された。5月31日に、ダンケルク北西を紹介中に3機のスーパーマリンスピットファイア機を撃墜し、翌日にブリストレブレニム機を撃墜した。6月13日には、JG51 による、フランス軍機の最後の戦火となる。 アミオ爆撃機を撃墜した。6月25日のフランスでの戦いの終結までに、エーザウの第二次世界大戦での戦果は合計5期となった。フランスでの戦いに続いて、ドイツ空軍はバトルオブ・ブリテンの前哨戦として、英仏海峡を航行する船舶に対する攻撃を開始した。この時期の JG51 の主要な任務は、攻撃を行う爆撃任務の護衛であった。 JG51 の戦闘航空団司令のテオドール、オステルカンプ大佐は、英空軍の戦闘機を積極的に索敵できるように、爆撃機の直近で護衛するよりも、戦闘機中隊が距離を置いて護衛する規制のない、戦闘空中紹介の方針を打ち出した。1940年7月7日に、エーザウは一機のスピットファイア機を撃墜した。バトル・オブ・ブリテン、編集詳細は、 バトルオブブリテンを参照、JG51 のメッサーシュミット BF-109E1940 年7月10日に、バトルオブブリテンにおける、最初の大きな抗戦が発生した。ハンネス・トラウト・ロフ隊員が率いる JG51、第3飛行隊の20機のメッサーシュミット BF-109 と、第26駆逐航空団、第 I 飛行隊の30機のメッサーシュミット BF-110C が、 ホークストーン号機の大規模戦団を攻撃する第2爆撃航空団第2飛行隊の20機のドルニエドゥー17を護衛していた。エーザウ中尉は JG51 第7飛行中隊を率いていた。トラウトルフは6機の A 第32飛行隊のホーカーハリケーン機のうちの3機が護衛機よりも高い高度から爆撃機を迎撃しようとしていることに気づいた。すぐに この3機は A-56 飛行隊、A-111 飛行隊、A-64 飛行隊、A-74 飛行隊の4個飛行隊の戦闘機と合流した。エーザウはこの戦闘で3機のスピットファイア機を撃墜することができ、JG51 第7飛行中隊所属の2機がフランスに不時着した。7月19日に JG51 第3飛行隊はホークストーンの南で A-141 飛行隊のデファイアント機と交戦した。その時点ではドイツ軍のパイロットはデファイアント機には前方向き火器が装備されていないことを知っていたのですぐに戦闘で優位に立ち8分間で11機のデファイアント機が撃墜された。映像はこの中の1機を撃墜したことで撃墜数を19とし、 第2次世界大戦で戦火が2桁に達した JG51 の最初のパイロットとなった。8月18日に JG51 第3飛行隊はオーンチャーチ飛行場を攻撃するドルニエ機を護衛していた。ケント上空でハリケーン機の迎撃を受けエーザーは20機目の戦火として1機を撃墜し、これにより2日後に騎士鉄十字章を授与されて、 JG51 でこれを熟した最初のパイロットとなった。8月23日にトラウトルフが第54戦闘航空団の戦闘航空団司令として転出すると、エーザウは JG51 第3飛行隊の飛行隊長を引き継いだ。10月にエーザウは撃墜数の合計を48機とした。11月10日にエーザウはビルヘルム・バルターザルの後任で、 第3戦闘航空団、第3飛行隊の飛行隊長に就任した。この時点で39機を撃墜しており、ヘルムート・ビッグ、ベルナー・メルダース、アドルフ・ガーランドに続いて4番目に、戦火の多いエースパイロットであった。1941年2月5日に、フランスのデブル上空で、ハリケーン機を撃墜して、合計撃墜数を40機とした翌日に、騎士鉄十字章に白を、 追加授与されるとともに、国防軍軍法で二度目となる言及を受けた。1941年初めに JG3 は装備機の BF-109E 型を新型の F 型に改変するためにドイツへ帰国し、5月に再度フランスへ戻った。映像は5月16日と28日に各一機を撃墜し、合計撃墜数を51機とした。詳細は、 バルバロッサ作戦を参照その後エーザウ率いる JG3 第3飛行隊は1941年6月22日に開始されたロシア侵攻のバルバロッサ作戦に投入された。エーザウは6月24日に最初のソ連軍機を6月30日にスポレフ SB 爆撃機を撃墜し戦火の合計は60機に達した。翌日にさらに3機の SB 爆撃機を ルブフ近郊で撃墜し、三度目となる国防軍軍法での言及を受けた。7月10日に5期、11日にさらに2期、12日には1回の出撃で7機のソ連軍機を撃墜した。東部戦線に転戦してきてからの5週間で、エーザウは44機の敵機を撃墜し、80機撃墜に到達した3人目のパイロットとなった。同日、エーザウは白洋、 ケンツケキシ十字章を授与され、この勲章を授与された三人目となった。その後、顔と膝に重度の劣章を負い、二週間後に西部戦線の第二戦闘航空団の指揮を引き継ぐために移動となった。エーザウは BF-109 回2のテスト飛行中にフランスで追試したバルターザルの二度目の公認として JG-2 の指揮を引き継いだ。 BF-109 回にはスピットファイア V と高をつつけがたい性能を発揮したが映像は E 型と比べて武装が貧弱になったことを嫌い BF-109F よりも E 型を好んで補修部品がなくなり新型機に乗り換えねばならなくなるまで E-4 型に登場し続けた1941年7月4日の指揮官就任時に JG2 の部隊員の前で以下のような演説を 行った。マンフレート・フォン、リヒト・ホーフェンの精神で、前任のビッグ・少佐とバルタザール大尉が示した模範を、なぞり、普段の準備と義務への献身が我々を、さらなる成功へと導くであろう。JG2 は、英空軍機の攻撃から、占領下フランスの標的を防衛する任務を負っていた。続く2年間に、エーザーは JG2 を率いて、英空軍との戦いに貢献した。 8月10日に、エーザウは JG2 での初の戦果として、スピットファイア機を1機、その次の2日間でさらに4機のスピットファイア機を撃墜し、9月末までに2機のスピットファイア機を戦火に加えた。JG2 は、ゼルベルス作戦において、ドイツ空軍が実施した上空援護に参加した。2機の A-90 飛行隊のボーイング B-17C が、巡洋戦艦。 シャルンホルストとグナイゼナウを攻撃してきた。第二次世界大戦中でも最も高高度での迎撃の一つであるこの戦闘で JG に大愛飛行隊の攻撃により1機の B-17 が撃墜された。映像の88機目から92機目の戦果はすべてスピットファイア機で8月12日にカレーとダンジネスカで記録された。10月26日に エーザウは100期目の撃墜を記録した3人目のパイロットとなり国防軍軍法で4度目の言及を受けた。その後エーザウの経験と指導力の高さは前線の戦闘で失うには惜しいと判断され飛行停止となり地上勤務に回されたが任務によっては飛行することもあり、その中で最も有名なものの一つは1942年4月に行われたアウクスブルクを目標とした。 a 空軍による珍しい昼間爆撃で GT ローデス総長操縦の A 第44飛行隊所属のアブロランカスター爆撃機を撃墜したことであった。これは映像の101機目の戦果であった。8月に JG-2 の航空団本部飛行小隊は装備機を BF-109 回から FW-190A2 へと改変した。 1942年遅くから JG には増加しつつある数多くの B-17 やコンソリデーテッド B-24 で編成されたアメリカ陸軍航空軍と対峙することとなった。エーザウーは1943年半ばまでにさらに4機を撃墜し、30歳の誕生日の少し前にドイツ空軍幹部の一人の管理職に昇格させられ、1943年7月1日に、 ウルターニュ戦闘航空兵指導官、客中3に任命された。11月12日に10月に戦死したハンス・フィリップの後を引き継いで第一戦闘航空団の戦闘航空団司令に就任した。映像ーーの作戦飛行への参加は解禁され、JG-1 を率いている間に14機の爆撃機を撃墜して、第4発爆撃機迎撃の熟達者となった。10月17日に、 ダイヤモンド付空軍前線飛行賞金賞を1944年1月10日にはドイツ十字賞金賞を授与された。ドイツ空軍最高司令官のヘルマンゲーリングにとり、メシタの懸念は敵爆撃機編隊の流れに継続的な接敵を図れる戦闘機の数が不十分なのではないかということであった。それゆえに1944年2月23日に 第愛戦闘機師団の指揮官、ヨーゼフ・シミット少将は、戦闘機の基地への帰還について新たな規則を制定した。戦闘機は、次期が所属する基地に帰還する代わりに戦闘機用に用意された直近の基地へ補給のために着陸し、一旦着陸すれば、部隊の同意にかかわらず同じ飛行場に着陸した、仙人パイロットの指揮下に入ることになった。この方式は、 戦闘機を敵爆撃機の機頭に間に合うように再度、迎撃に送り出せることを意味していた。翌日、第8空軍、第2爆撃手団の B-24 がゴータを爆撃すると、JG-1、JG-11 と JG-3 が迎撃に挙げられた。強風のために爆撃機体は、前衛の護衛戦闘機を伴っていなかったために、JG-1 の2個飛行隊がゴータに到達する前に、 接敵した旧機の B-24 を撃墜した。第一爆撃士団の B-17 爆撃機もシュバインフルトを爆撃した時点で、その他の戦闘機部隊も迎撃し始め、最終的には西部戦線に配備されているドイツ空軍の昼間戦闘機部隊のほぼ全部が迎撃に参加した。このことにより、次期が所属する基地以外に着陸するパイロットに混乱を引き起こし、 シュミットの新たな完成方式が試されることとなった。エーザウは、成功率に引きられたこの手の二つの即席編成の変態の一つを、もう一つを JG-26、大愛飛行隊のボリス隊員が指揮した。エーザウは1月から3月までに4機の戦闘機を、戦火に追加し、合計撃墜数は117機となった。5月8日に、リパブリック P-47 戦闘機を、 ハノーファー上空で撃墜し、これがエーザウの最後の戦果となった。JG1 の戦闘航空団司令に在任中に、エーザウは連合国軍爆撃機撃隊の失敗について、ヘルマン・ゲーリングが抱く不満をしばしばぶつけられた。ゲーリングは戦闘航空団司令が向上的に飛行して、核部隊の指揮をとっていないことを問題にした。 映ー,ーは100機撃墜を達成して、以来自動的に戦闘飛行禁止となっていたが、この禁止令を無視して、作戦の指揮を取っていた。これはおそらく、エーザウが JG1 の戦闘航空団司令に任命された時に一時的に解禁されたか、抜け道的方策であった。エーザウは1944年の最初の5ヶ月間で、数機の米軍爆撃機を撃墜していた。 1944年5月11日に、第8空軍の米軍重爆撃機戦機が、同数以上のロッキード P-38 とノースアメリカン P-51 戦闘機を伴って、東フランスとベルギー北東の鉄道を標的に攻撃してきた時に、エーザウはインフルエンザに罹患して伏せていた。敵機襲来の知らせを受けるとゲーリングは、エーザウの部隊幹部に電話をかけた。 ゲーリング、指揮官は、飛んでいるのか部隊幹部、陰影、発熱して寝ております。ゲーリング、よし、よし、その手のことはわかっている。とゲーリングは軽蔑した様子で言った。ゲーリング、彼は、疲れていると同時に臆病者になり下がっているのであろう。この発言に起こった映像は、高熱にもかかわらず、BF-19G-6-AS 0。 緑の13に登場して、航空団本部飛行小隊の3機と共に、パーダーボルンから離陸した。小隊は爆撃機に接近するために、アルデンヌ上空で3回した。格闘戦の最中に映像の両機は被弾し、離脱するように命じられたと言われている。短期で残された映像は P-38 機と、おそらく P-51 機とも対治することになった。 同じ作戦に参加していた JG-1 第3飛行隊の飛行隊長ハルトマングラッサー少佐によるとエザーザウは5機の P-38 機を相手にしていた。この後はいくつかの説があり真相は不明である。エザーザウは第428戦闘飛行隊のジェームズ・レスリー・ドイル将尉ウィルバー・エル・ジャービス三世将尉ジェームズ・ c オースティン将尉に追われた。この3名ともに 歴戦のパイロットであり、高度2万8000フィートから流木の高さまでエーザウを追い回し、20分間に及ぶ格闘戦でエーザウは巧みに立ち回ったが蒸気は被弾して損傷を受けていた。富士にを試みている時にエーザウの蒸気はコクピット付近に最後の機銃走車を受け、ザンクトフィートの南西6マイルに墜落した。エーザウの一体は、 機体の数ヤード離れたところに投げ出されていた。メルドルフのディトマルシェン郷土博物館、1944年5月11日、第8空軍作戦に試作戦351によると、ドイル少尉は2機編隊の BF-109 と格闘戦に入り、編隊長期に命中弾を与えたが、撃墜を確認する前に戦闘を離脱してしまい、 自分の戦火が 20mm 弾による映像であることに気づかなかった。ドイルの撃墜はドイツ空軍を相手にした第474戦闘航空団の最初の戦闘での初の撃墜記録であった。映像の蒸気を正確には誰が撃墜したのかという点には論争がある。格闘戦の最中に被弾し機体が落下する間に地上数フィートで再度 おそらく第354戦闘航空団の P-51 機に銃撃されたとする情報もある。ドイルが率いる編隊で2番機を務めるウィルバー・ジャービス少尉はエーザウ機に対する有効弾を認められた。ドイルはコックピット周辺の被弾と時期のガンカメラの映像に映るのがエーザウの緑13機であることを言及した。ドイツ側の記録では 映像の死因は、コックピット内での弾薬の炸裂によるもので、遺体にはいくつかの重装があったことが示されている。おそらく映像機であろう、機体を右側から捉えた、ガンカメラの映像が後に出版された。映像が死亡した時は30歳であった。300回以上の作戦飛行で、合計127機を撃墜し、そのうち27機がスピットファイア機。 14機が4発爆撃機、44機が東部戦線で、9機がスペイン内戦での戦火であった。その記録が認められ、JG-1 は戦死した戦闘航空団司令の栄誉を称えて、エーザウの名称を与えられた。この他に同様の栄誉を与えられたのは、ベルナー・メルダースの名を与えられた JG-51、メルダースのみであった。バルター・エーザウは、 生誕地とエーザウの最後の里帰りの様子の写真が収蔵されているリトマルシェン郷土博物館の近くのメルドルフに埋葬された。軍歴上エーザウは国防軍軍法により5度の言及を受けた。これはすべての前線の戦況を毎日報じる国防軍最高司令部によるラジオ放送であり、一度でも取り上げられれば軍人としての高い名誉に値すると考えられていた。 映像ーーに関する最後の言及は1944年5月の戦死後のことであった。ドイツ空軍の撃墜数上位のエースパイロットで後に欧州連合軍最高司令部の参謀長となったヨハネス・シュタインホフはかつてこう語った。バルター・グレー映像はドイツ空軍で最もタフな戦闘機パイロットであった。ヨハネス・シュタインホフ、1940年に、A、空軍の戦闘機軍団に対する 優位性に欠けていることが分かり失望したゲーリングは戦闘機戦力の指揮官に若い血を注ぎ込むことに傾注した。ゲーリングは戦闘航空団の指導力に積極性が欠けていることに気づいていた。テオドールを捨てるカンプのような人物がこの政策の槍玉に挙げられ、JG51 の指揮官をベルナーメルダースと交代させられた。エーザウは こういった神聖の一人と目されていたが、スターでありゲーリングのお気に入りの地位に留まるためには、撃墜率の維持が求められ、昇進も常に撃墜数が関連していた。フォッケウルフ社の設計技師のクルトタンクによると、若い世代の多くは、素晴らしい飛行士ではあったが、全体計画の中の問題点や幅広い、戦略的側面の問題を見通すことができなかった。しかし、ザウは、 ベルナー・メルダースやアドルフ・ガーランドのようにドイツ空軍の戦闘航空団が生み出した結出した指導者の一人であった。熟達者を戦闘の最前線に継続的に止め置いたり送り返したりすることで初期の熟達者やエースパイロットの多くが戦闘中に戦死することとなり非常に高い代償を払わねばならなくなった。連度の高いパイロットの極端な不足と1943年に 装備の充実した連度の高い敵と対峙することになる現実が相まって最も恵まれた状況のパイロットでさえ期待できる生存期間は悲劇的に短いものになることを意味していた。作家のジョン・ウィールは他の戦闘航空団司令が戦闘でシストもエーザウの死ほどドイツ空軍の運命の変化を如実に表すものはなかったであろうと語る。ドイツの歴史家ハンソートーベーンは エーザウのことを最高の指導者の一人と評した。バルターエーザウの個人的側面に関して入手できる情報はほとんどないが、ユーモアのセンスに長け、友人と共に過ごすのが好きな人物であった。エーザウは、つつましい人物であり、上気に派手な個人マーキングを施すこともなく、JG2 の指揮官時代は、舞台装備機に、 共通のエンジンを追いた側を黄色に塗装する以外はいかなる特別なマーキングもつけていなかった。エーザウー式時代の JG にはその他の航空団と同様に本部部隊の特別マーキングを配して数字に変更したことで指揮官機を識別できなくなった。その他のエースパイロットとは違いエーザウーは方向打に撃墜マークを入れていなかったと言われていたが方向打に撃墜マークが塗られたエーザウーの蒸気らしき。 機体が映っている写真が残されていることからこれは否定された。この写真の信憑性は映像のサインと応募式きものが入ったユンカース187ス通過急降下爆撃機の写真も残されていることから疑問視されている。ありがとうございます。